じゃあ前回のあらすじ言います。前回のあらすじは、私が最初に愛したちーちゃんが殺されました。何者かによって。ちーちゃん、それは綾里千尋、ナイスバディで優しくてロングでナイスバディな、そんな所長でしたが、殺され、その人の殺した容疑者として綾里迷いちゃんというね、妹さんが上がってますが、まあ冤罪でしょうということで今弁護しております。なんだが今回の敵がね、なんだっけ、コナカグループ、コナカルチャーとかいううさんくさい情報収集会社で、どうやらねコナカルチャーの社長がやってると思う。私のシックスセンスによればあいつが犯人、あいつが都合の悪い存在の正義の味方ちーちゃんを殺したんだと思うんだけど、コナカルチャーの社長がもういろんな人の弱みとか情報を持ちすぎてるせいで、なんかこのねこいつ筆頭にみんな情報を隠そうとするし守ろうとするのね、保身のために。こいつもそう、星掛け弁護士ちーちゃんの師匠のはずなのに何も話してくれないと。そんな話ですね。はい、以上です。そうだから反射だな今回の敵は。多分困ったな。まあでも強い意志を持って私はね正義の鉄槌をこんなカルチャーに施そうと思いますよ。でどうやらそれがなんかこう DL65 事件っていうのが関連してると。特に星影弁護士は DL65 事件の弁護をしたことで何か握られてるだかなんだかと、なんかぐちゃぐちゃ言ってるので、この15年前に起こった DL65 事件、話を聞くところから始めます。お願いします。 DL65 事件って何ですか？DL65 事件というのは警察の事件分類ナンバーじゃ。今から15年前、わしはある霊媒師の依頼を受けた。おうね、霊媒師ね。はい。名前は綾里舞子と言った、まあ、ママでしょうね、綾里ちーちゃんの。多分だけど綾里ね。その通り、千尋くんの母親じゃ。やっぱり、彼女は警察と依頼である殺人事件の被害者の霊媒を、そして失敗したんじゃ。そのため彼女は警察から詐欺で訴えられかけておった。いや悲しいね、霊媒失敗したからって言って警察に詐欺で訴えられるって。まあまあまあね。昨日まよちゃんが話していた事件だ。わしは彼女のために働き助けてやった。結局その殺人事件は未だ未解決なんじゃ。それが DL65 事件じゃ。なるほど。ひどいもんだね、警察もさ、自分たちで捜査ができなかったから霊媒師に頼んで、霊媒師も失敗したから霊媒師を責めるっていうねえ、いやお前らが調査して犯人突き止めろよって話してたけど、まあまあ行きましょう。それで星影先生はなぜこの中に脅迫をされたんですか？DL65 事件は当時トップシークレットじゃった。当然じゃな、警察が霊媒に頼ったなど絶対知られてはならん。しかしこのわしがもらしてしまったのじゃ。はい、じいちゃん漏らしたんだ。漏らしちゃったと、ほのかに。ああ、なるほど。おお、ね、おもらしじじい悲しいなこと言うなって。おもらしおじ漏らしちゃったんだよ、仕方がないでしょ。ポロッとね、ちょろっと、はい、ショーですか大ですか、うまいこと言う。コナカだよ、コナカだよ。ああ、一時の金につられて漏らしてしまったんじゃ。ああ、情けない話じゃ。わしが喋ったせいで警察は歴史的な恥をさらした。なるほどね。彼らは情報を漏らした人間を裏で探し始めたんじゃ。それを知ったコナカはわしの前に再び現れた。今度はわしを脅迫するためにな。うわー、最悪じゃん
お前のせい自業自得すぎる。金に釣られて言っちゃったんだねえ。反射に、反射のこのカルチャーに情報を漏らしたと。いや自業自得ですねこりゃ。情けないな。小中はこの国の司法を自由に動かすことができるんじゃ。それでも奴と戦うというなら千尋くんの事務所よく調べてみたまえ。千尋さんの、彼女は小中のことをずっと追っておった。もしかしたら何か記録を残しているかもしれん。ああ、小中をね、公的な場で追い詰める記録みたいな、確かにあるといいな。オッケー、あと、でもこの王子本当情けないな。最初は金のために情報をお漏らしし、その後そのお漏らししたことによって小中に脅迫されてると、情けねえじじいですわ。本当に悲しいね。ここも見ました今。高そうな本がずらりと並んでいて、しかしあまり読まれたような形跡がない。最悪ですよ、ただのコレクション。星影先生、あなた本当に高尚な弁護士なんですか。読まれた後のない本、怪しいなこいつ。もうこいつとか言っちゃうんだけど、ちーちゃんの師匠。ねえ、ほんとちーちゃんなんであんな、ちーちゃんをしっかりしてたじゃん。その師匠がね、ほんとしょうもない。この部屋だけを見ていると、ここで殺人事件があったとは思えない。星影の大先生、かっこかり。ほんとかな大先生って。そう思う？なるほど。お前これまで見て星影のことをまだ大先生と言えるのか。まあここに手がかりがあるとね、え、星影のじいちゃんは言ってたと。まあ、もう一度調べてみるか。いや大先生ね、ただのおもらしじいじいですよ星影さん。情けない、悲しい。つまり保身のためにちいちゃんの妹である迷いの弁護をしなかったということでしょ。情けなくて涙が出る。はあ、千尋さんのデスクだ。いつも通り綺麗に片付いている。まあ千尋さんがいないとだだ、所長が手掛けた事件の記録がきちんとファイルされている。IAO 中に並んでいる。ちょっと調べてみよう。どのファイルにするかな。赤さ、赤さしかねえ。 DL がいいな。DL65 太陽がないね。太陽ないの本当。なんだ。コナカでいく。コナカのコ。じゃあコナカでいくわ。この部分が丸ごとなくなっている。あー、なんか言ってたね。情報ファイルの一部がなくなってるって。この部分だったんだ、なくなってんの。やられた。マジか。他はなんかないの。じゃあ行で気になる項目は、あやさと舞子。まあまあそうね。千尋さんと迷いちゃんの母親だ。読んでみようか。読もう。あやさとの名簿を傷つけてしまった。そう言って母は姿を消した。その母を傷つけた人物、私は彼らを探し出すために挨拶の能力、霊力を使ってシアたちと語らった。そしてついに二人の男の名前を突き止めた。これちーちゃんの生前のメモかな。母の情報を大金で売った星影空之助弁護士、そしてその情報をマスコミに売りつけた男、脅迫を飯の種にしている寄生虫のようなその男の名は
ここから先がごっそりとなくなっている。やられてる。やば。じゃあやっぱりさ、これちーちゃん星影弁護士のこと1ミリも信用してないよね。だって母親の情報をリークしたジジエだよ。なんで慕ってたんだろう星影弁護士のことね。えおもらしクソジジエぐらい書いてあってもいいと思うんだけど。なんで慕ってたんだろう。なんで慕ってて迷いちゃんを弁護をお願いしたんだろう。ジヒロさん星影先生のこと知ってたんだ。まあそりゃそうでしょうね。慕ってるふりね。慕ってるふりだとしてもさ、大事な迷いちゃんの弁護を星影さんに頼むかね。しょうもないおじさんですよ。見よ全部見よ。さて思い当たる項目別にない。そうそう、どうしよう、適当に読んでみよう。読もう。ううまあ一応ざっと目を落としておくか。一番大きい項目はと、し自殺か。まあそっか。そうだね、作業だと自殺が一番多いかもね。政治家や警察官の自殺記事ばっかり集めてあるな。何？ほとんどの記事の見出しに鉛筆で文字が書かれている。コナカ千尋さんの字だなこれは。おお、コナカルチャーが自殺まで追いやったんだ。もしくは自殺に見せかけて殺したんじゃない。これコナカってメモしてあるのはコナカが間接的にかもしれないけど殺した、自殺に見せかけてってことじゃない。やばー、怖っ。みんなコナカの脅迫によって、うわー怖い、やばっ。激ヤバじゃん。この新聞記事は使える。よし、とりあえず一番悲惨なのをチョイスしてと。政治家の自殺記事、見出し付近にコナカと書き込みがある。まあでも弱いんじゃないかな、法廷記録に。法廷で証拠品として出すには弱いよね正直。だってちーちゃんがコナカの仕業だと睨んでるだけでしょ。まあまあまあ一応な、そんなもんか。まあでもちーちゃんのメモを信じるならやっぱりコナカはめちゃくちゃ悪いやつで、自分に都合の悪いやつらは司法の力をまあ裏で操ってな、みんな殺してきたと。自分は無罪で。ガンじゃん、日本のガンですよコナカルチャー。なんでこんなやつが野放しなの。すごいね、逆に尊敬するけど。そこまで裏で牛耳ってんだ。正直名誉は取り調べを受けているそうだ。今日はもう話は聞けそうにないな。あーじゃあ無理か。ん？どこ行こう。ホテル行ったし、まあ行くだけ全部行くか。いないかボイのやつ。ん？シャワールームで水音が聞こえる。うんうん、丸儲けのブルース、ご機嫌に風呂掃除をしているようだ。あー入浴したのかと思ったね。え、梅代たんの残り湯で入浴してんのかな。あ、よか、そんな変態的ではなかったね。よかった、うん、失礼しました、疑ってしまった。じゃもう一回法律事務所。いや、なんか突きつけてみるかな。あ、新聞記事とかどう。おい、これ見てよ。ああ、千尋さんのファイルにこんなものが。やっぱり千尋くん、コナカを調べておったか。やつにこれを突きつけて問い詰めてみてはどうかな。殴られるよ、そんなの。やだよ。検品も。やだ。このカルチャー行きたくない。だって、ぶたれるもん。やだよ。
やいや気取らないな。え、どう思う？でぶたれる私。やだやだ怖い。ねえねえ、じいちゃん言ってよ私の代わりに。いやマジ行くしかないの？突きつけんの本当に？まあ行くっきゃないか。君はしつこいね。あ、すいません。でも聞きたいことがありまして。いいかね、ミスター弁護士。僕は同じことを2回言うのが大嫌いなんだ。 Don't bother me。 僕の周りをうろちょろするんだ。よくないアクシデントは君にハプニングだよ。この意味わかる？わかんないな、ちょっと。ちょっと英語難しくてわかんない。ちょっとやだー、行く。いや、わかるよ。確かに、このまま出しても破られておしまいな気もするんだけど、でも、やはり出すしかない。出すしかないのではないか？だって我々に他に出せるものがない。他にないのだ、何も。何もないから。やれることはやるしかないのでは？怖いけど行くか。これだ。千尋さんが残してくれた、たった一つの手がかり。これで勝負をかける。今？今じゃないとダメ。法廷はダメですか？近いんだって。だってここやつのホームでしょ。まあしょうがない。しょうがない。今しかない。なるほどが、龍一が今出したいって言うから、見て。これ政治家が自殺したという新聞記事です。あ、彼は政府の機密基金を着服していました。ある日突然それがスクープされた。そして翌日彼は自殺しました。それがどうした？この記事は千尋さんの部屋で見つけました。メス千尋の？彼女はこういう記事をたくさんファイルしていた。そしてその記事のほとんどに「コナカ」と書き込んでいました。コナカさん、あなたこの政治家を脅迫してましたね。そうでしょ。脅迫？彼だけじゃない、多くの人間があなたの脅迫に苦しんでいる。千尋さんが集めていた自殺記事には全てあなたが絡んでいる。このコナカルチャーという会社、どうもさんくさい。脅迫によって成り立っているそんな会社なんじゃないですか。おもちゃの言いかかりだ。なるほどなるほど。君が今するべきことは何だい？僕を調べることかい？なあなあなあ、違うね。ミス千尋を殺害した犯人を探すこと。そうだろ？ん？ピッ。はい、秘書室でございます。あ、やばい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 。ミスなるほどがお帰りだ。かしこまりました。ただいま迎えの者を。あ、やばいやばい、もう時間がない。え、待った、小中さん、あなたの言うことは、あなたの言うこと、まあ、ある種合ってるんだよ。正しい、ちいちゃんの殺人犯を見つけることが今の私たちのやるべきことだな。うん、でもやってること自体間違ってる。まあまあ、ある意味正しいんじゃない。うん、確かに正しい。全面的に僕がするべきことは犯人を探すこと。そして今僕は犯人を追い詰めている。目の前にね。決まった。どういうことだい？千尋さんはあなたのことを調べていた。そしてあなたは梅を使って千尋さんの電話を盗聴していた。そして殺人事件が起こり、あなたの資料が消えた。お前が持ち去ったんだろうね。やっぱちいちゃんを殺して自分に都合の悪い記事とか証拠品を全部、まあ、回収したんだろうね。まあ、ここまで揃ったら、さて犯人は誰でしょうね、小中さん。
子供でもわかる。あなただ。おお、名探偵なるほどじゃない。なあ、逆転裁判じゃなくて逆転推理の方がいいのでは。このね、ねえ、冴えてる冴えてる。かっこいい、なるほど。はい、秘書室でございます。向かいの窓はノーサンキューだ。あ、やばいかも。え？代わりにこの電話を検事局長に繋いでくれ。なに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 ？かしこまりました。少々お待ちください。なに？なんなの急に。え？なんだ小中くん、こんな時間に困るよ。ヘロー、検事局長かい。僕は気が変わったんだ。明日証言したい。おおおお、なんのことかね。綾里と千尋の事件だよ。僕は目撃したからね、言いましたね。乗っかってきたよ。ああ、証言したいんだ。とびっきりホットなやつをさ。どうしたんだ？法廷には出たくないって、そういう。あ、しゃらって。気が変わったと言ったろ。おいおいおい、いいのかい？おい、検否の領域展開しちゃうよ。法廷なんて。いいんだね。ああ、大至急誰か警官をここへよこしてくれ。目の前に。そいつがいるんだ。バカ面ぶら下げてさ。あ、誰だね、そいつって。決まってるだろ。犯人だよ。犯人。はあ、僕が見たね。うわ、そう来るのね。え、そうか、なるほどね。はあ、怖い男よ。まあでも、ある意味さ、裏社会を牛耳る奴に目つけられたわけだから。多分確信には迫ってんじゃない。ああ、ある意味認められたってことよね、敵として。いやはや、恐ろしい男よ。おい、小中君、君、また何か。検事局長、君は僕に意見できる立場じゃないだろう。とにかく早く警官をプリーズだ。言っただろう。なるほど、君はしがない弁護士だと。ああ、ミス千尋もそうだった。なんだと。僕は君を告発するよ。ミス千尋の殺害の犯人としてね。そして君にはろくな弁護士がつかない、絶対に。僕はこの地区の弁護士協会にも友達がいるんでね、想像でするようなものすごい弁護士をプレゼントしよう。クラクラしてきた。おおおおお、あ、板のこぎり刑事、ただいま到着したっす。またお前かい。確かあんたやっぱり来んすね。なるほどです。そうそう、なるほどっす。やっぱり私か、殺人犯の糸のこぎりくん、殺人犯をお渡しするよ。あ、なんそう。Go with him。 連れて行きたまえ。糸のこか、グッバイ。なるほど。いや、糸のこはまっすぐなところがいい刑事ではあるんすけど、まあ悪く言えば単純なんだよな。頭は悪いですよね。うわ、信じてくれないだろうな。え、どうする？弁護士がつかないって、ろくな弁護士は。あれから 1日が過ぎた。いよいよ明日は僕の裁判だ。そんなことある？小中は僕を罠にかける気でいる。当然警察側もグルだ。おそらくあの三剣も。ちょっと待って、だってなるほど君さ、弁護するのまだ2回目でしょ。2つ目の事件でしょ。え、2つ目にしてレベル上がりすぎでは。勝てんのこれ。人生で2個目の件ですよ。なのに今回犯人と検察グルで
もう三剣も多分買収済みで、で今回訴えられたのが自分自身っていう。そんなことある？昨日僕の担当だと名乗る国選弁護士が現れた。しかし僕は断った。一つ考えがあったからだ。え？さ、弁護士さん？え、何？ああ、迷いちゃん、びっくりした。よかったね、出してもらえたんだ留置状。はい、さっき弁護士さんのおかげです。なんだか立場が逆になっちゃったね。どうしてですか？なんで弁護士さんが？いや、もうカクカクしかじが、もうそれはもう国家権力に逆らってしまったんだよ僕は。そんな、そのとこお母さんを、お姉ちゃんを、そして弁護士さんまで、許せない。弁護士さん、私に何かできることないですか？あのさ、お姉ちゃん下ろせない？ B1 弁護士じゃん、だって。お姉、ダメですか？お姉ちゃん下ろしてもろて、ちょっと俺を弁護してほしい。できないかな？ちょっと無理？弁護を頼む、違う。応援、え、違う。脱獄の手伝い。え、霊媒をして弁護を頼みたいんだよな。本当にできないの？まあ、なんか修行中の身とか言ったけども、そんなこと言ってらんないから、そろそろ本気出してほしいな。霊媒できない。どうしよう。となると、弁護は、あまり望めない。応援？チアリーディングってこと？あまり、まあ、直接的な何か助けにはならない。バダ、私の得意分野。まだ私の得意分野は脱獄の手伝いを頼む。分かった、じゃあ脱獄を手伝って。脱獄ですか？いや、任せて、任せて。まゆちゃん、こう見えてもね、僕はね、人を閉じ込めたり逆に閉じ込められたりっていうのがね、趣味なんだ。趣味なんなら仕事なんだ。どうだろう、俺に力を貸してくれないかい？今夜しかないんだ、チャンスは。わかりました。え、そうですね、じゃあ早速鉄ヤスリを買わないと。鉄ヤスリか。鉄、それから縄ばしごと車の手配。いや、めちゃくちゃ後ろにさ警戒いるんだよ。そんな大きな声でちょっと言わないで。ちょっともうちょっとちっちゃな声で。ちょっと待った。何ですか？冗談で決まってるじゃないか。まあそうだ、もうちょっとこんな大声で言われちゃったら冗談という形にしないと捕まっちゃうよ。そんな、リュウありがとう。いや、気持ちだけで十分だよ。もう本当に、もうありがとう。ダメです、それじゃ。じっとしてられないです。その男に、キャンと言わせたい。キャンね。わかった。じゃあ明日、法廷に来てくれるかな。はい。ありがとうございます。頑張ります、私。頑張る。いやー、霊媒頑張ってほしいけど、どうだろう。お姉ちゃん、降霊させてほしい。世紀が変わっても相変わらず犯罪は増加の一途をたどり、時間のかかる法廷のシステムでは処理しきれなくなってしまった。そのため数年前から設置された女神法廷の期間は最長でも3日。そういうのあるんだ。へえ。大抵は1日で終了してしまう。もちろん有罪判決でだ。まさか僕自身が被告席に立つことになるとは思わなかった。明日は真犯人が目撃証人として法廷に出てくる。僕かあいつか、最後の勝負だ。やば
けたくない。頑張ります。むむ、いやでもここまでなんか悪いやつもいないよね。ほんとにギタンギタンにしたいわ。できれば拳で、物理でねえ、あのケツアゴをもっと割ってやりたい。なんかもう心理的にじゃ足りない。もうなんか殴られたの私昨日、この中に許せない、殴ってやりたい。まあ、裁判でも勝って、もう戦いでも勝つ、もうぐちゃぐちゃに100点満点で勝つよ本当に。あそう、頭使って最後は物理だから、言う、私が無罪になって小中が有罪ってなった瞬間、うわーって殴りたい殴らせてくれ、ね、ご褒美に殴らせてほしい。ダメ？ねえ、ご褒美猫パンチタイムとかちょっと欲しい。ダメですか？ダメなんです。あ、その点あれだね、今気づいたけど弾丸論破はちゃんとさ制裁があったよね。あなたすっきり見れたんだ。あ、やはり最後やっぱ物理でぐちゃぐちゃになってもらうとやっぱ、うん、あれは残酷だったけどあ、やっぱそういうことだろうか。コナカはマジ不幸になってほしい。女神法廷は逆転裁判の設定、あ、そうなの知らんかった。いよいよなんですね。うん、今日でこの事件はケリがつく。そうだよね、きっと。うん、あ、弁護士さん見て。何？何？ああ、正面から初めて見たんじゃない？普通にイケメンだ。三つ剣検事、昨日検事局長に呼ばれた。ああ、じゃあ根回しは済んでんだ。今日の証人、小中氏が語ることは絶対だと言われた。君が彼の証言に対してどんな攻撃をしようと、私が異議を唱えれば裁判長は必ず聞き入れるだろうと。うわ、やば、裁判長もグルなんだ終わりじゃんね日本の司法終わり。え、つまり僕の有罪はもう決まっているというわけだ。どうすればいいのこれ。うん、え、ムクホークみたいな髪型ムクホークもイケメンだろうがいいまあでも どうするこれ。私は有罪判決を勝ち取るためなら何でもする男。どうしてなんですか？あなたそうやって罪のない人を苦しめて。罪のない？そんなことがどうして私たちにわかる。罪を逃れるためならば彼らはどんな嘘だってつく。見分けることなんてできない。それならば私にできることは一つ、被告人を全て有罪にする。偏った思想だね。どんな人でも被告人を有罪にできる能力があったら真実を見極める力もあるだろうに。そんな力もあると思うけど。それが私のルールだ。そう、変わったなお前。やっぱ知り合いなんだ、なんかぽいよね。弁護士さん知ってるの、この人のこと。なるほど、龍一、手加減はしないぞ。なんか知ってる風だったよね、最初の方とかね。どういう関係だろう。さあそろそろ開廷時間だね。あ、でも弁護士さんを弁護する弁護士さんがまだ
弁護は僕自身がやる。え、な今何生えた？ちょっと待って、待って、まよちゃん、ちょっと、え、リプレイ、なんか生えてたよね、今。え、何生えてたの？白いもの。気になる。いや、何？え、口が丸の形になっただけ。あ、ほんと？なんか白いさ、なんだろう、こう自動車とかのエアーバッグみたいな入ってなかった？違う、毒を吐く。違う、無水的になんか入ってたんだよ。ちょっと後で見てください。絶対エアーバッグ入ってる。これより、なるほど、龍一の法廷を改定します。警察側、準備完了しております。弁護側、準備完了しております。なるほど、奥、本当にいいですね。はい、自分の弁護は自分でします。まあそうね、この状況なら自分でした方が納得もいくね。うん、自分でやる。では三剣検事、お答弁の方。まあ事件の流れはすでに明らかであるから、本日は被告人の犯行を見た証人の証言を聞いていただく。いいでしょう。では早速呼んでもらいましょう。話がスムーズに進みすぎている。普通ならなぜコナカが前回の法廷に出てこなかったか、確かにそういうのが問題になるはずなのに、そんな様子はない。どうしよう、無駄だとは思うけど言ってみるか。つまりなんでこんなに話がスムーズに進むんですかと。もっと言うべきことがあるでしょう、裁判官と。言う？検閲処されるかな、殺されるかな。余計なこと言った瞬間にさ、傍聴席からナイフとか飛んできそう。パパパンって。あ、刺され。なんか暗殺されそうじゃない？麻酔針とかふって飛んできて。急に眠くって。言うだけ言う？じゃあ。言うだけ言う。刺されたらちょっと。参列しに来てね、マジで葬儀に。よろしくね。行くよ、出現するよ。うっ、三剣検事にお聞きしたい。その証人はなぜ綾里迷いの裁判には出廷しなかったのか。ふっ。何？余裕そうだ。すまなかったね。何？ああ、小中氏はほら多忙な人間なんだよ。そしてあの時松竹梅代の証言だけで十分だと思ったものでね。三剣いつものキレがないじゃないか。え、ああ申し訳ない。何やこの生ぬるい空気。ああ、さすがミスルギ検事、潔い態度ですな。やつがかっこいいところを見せただけで終わっちまった。いや、なんか、まあ、かっこいいっていうか、まあ、用意されてたって感じだね、言い訳は。うん、では、小中勝氏を入廷させていただこう。まあ、でもよかった、殺されなくて。吹き矢でね。やれなくてよかったよ。本当ね、ああ、証人の名前も伺いたい。Yes, I am! な、名前を聞いている。よく真顔で対応できるね。みっちゃん、そこ尊敬する、ほんと。私、無理だわ。笑っちまうよ、こんな。いやー。あー、ソーリー。アメリカン生活が長いもんでね、苦手なんだ、日本語。名前だ。いいコンビだ。確かに、ボケとツッコミでちょうどいい。
あー、僕は、コナカ、マサル？うん、マサルコナカ。株式会社、コナカルチャーの社長、いや、プレステントさ。あー、被害者の綾里千尋をご存知か。レバーギバー、知らないね。どういうこと？レバーギバー、はいはい。ごめんな、みっちゃん。こんなやつなんだよ、コナカマサルは。ねえ、君がかばわないといけないコナカはこんな男なんですよ、本当に大変だね。初任は事件のあった夜、バントンホテルに。イエス、そこで事件を目撃したというわけだ。つまりあれでしょ、恋人なのか社員なのか、梅代ちゃんと、まあ、一緒の部屋で事件を目撃していたと。うん、あは、よくわかってるじゃないか。では小中さん、証言をしていただきましょう。どうにかしてこいつの証言を崩さなきゃおしまいだ。まったく、どうしていつもこう崖っぷちに立たされるんだ。本当だよな。覚悟はいいかい、ミスター弁護士。やばいな、決めポーズがキラ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 。ちょっと初めて見た時の叶姉妹ぶりの衝撃なんですね。はい、マジでこんなにきらびやかな人間がいるんですね、うん、弁護士さん頑張って。頑張るわ、まゆちゃん。そっか、まゆちゃんが今回から隣なんだね。前まで千尋さんがいたのに。さ、行きます。あれはそう、ちょうど9時頃のことだった。我が窓のそばで書類をレーディング読んでいたんだ。すると窓の外で物音がしたんだ。我がその音に驚いて向かいのビルを見たね。うん、するとギザギザヘアの男がロングヘアのレディを襲っていた。言うまでもなく、君だ、ミスター弁護士。我がメオ君を呼んだね。彼女もそれはびっくりだよ。被害者はその必死に逃げたが、君は追いすがった。ちょっと詰まったね、うん。ジャスフィット、それで The End だ。あ、なるほどね、なるほど、はい。その目撃に間違いがなければ被告人の有罪は決定ですね。本当かな。ねえジジ、何言ってんの。目撃に間違いなければ被告人の有罪は決定って、がばくな。こいつ嘘ついてたらどうすんの。ねえ、え、あ、では被告人、あ、いや、弁護人、尋問、まあ、頑張るしかない。自分の命は自分で守るしかないよ、これ。お願いします。まあでも今んとこさ、矛盾はないんじゃないかな、別に。うん、見るよ。一回殴られて死亡、殴られた後数分間生きていた可能性あり、で、まあ、通話記録によれば置き時計から時計が抜かれていたと。で、これはガラスの破片、電気スタンドが壊れたもの、粉々なんで、これね、時計が抜かれた、お気分、盗聴器、迷いちゃんの、これデパートの領収書が裏面なんだけど、裏面の情報使ってないんだよな、気になる。次、梅屋の証言、被害者は攻撃をかわし右に向かって逃げたが追いつかれて殴られた。はいはいはい。で、あとはこれね、まあ、部屋の様子こんな感じでしたと。まあ、別に今んとこないので。そうだね、なんか証言がばいしさ、揺さぶるしかないんだろうね。あれはそう、ちょうど9時頃のことだった。僕は窓のそばで書類をレーディング読んでいた。うん、すると窓の外で物音がした。僕はその音に驚いて向かいのビルを見た。はい。するとギザギザヘアの男がロングヘアのレディを襲っていた。やばいよね、梅代ちゃんはこの時点でさ、小柄な女の子が襲っていたのを見た。
言ったのに今回はギザギザヘアの男が襲っていたのを見たと。まあまあはい、そうですか。ああ、言うまでもなく君だ、ビスタ弁護士。ちゃんと見えたんかね。まあ一応揺さぶるだけ揺さぶるか。言うまでもなく本当にちゃんと見えてたんですか。聞こう。その証言は松竹梅雄の発言と矛盾しています。まあそうね、松竹梅雄は犯人の体型を少女だったと言いました。まあ僕は目がいいのが自慢でね。視力はいくつですか。両目合わせて 2.7 さ。両目合わせてね、微妙な微妙な 1.3 ぐらいまあなんかめちゃくちゃいいわけでもないが、めちゃくちゃ悪いわけでももちろんないって感じか。合計しないでください。まあそれならよく見えるでしょうね。やばい、裁判官もおぐるだ。困った。くそ、裁判長はこいつの味方か。それで証人はどうしたか。ああ違うんだ、なるほどね。あ、 1.5 と 1.2 になるんだ。あ、そうなんだ。そっか、キリがいい数字に計算されるんだもんね、視力。そっかそっか。まあでもいいですね、どっちにしろ視力は。ちなみに私も非常に目がいいですね。 1.7 だって。非常に視力がいい。はーい、免許の教習所とかに行くと一番いいやつだよ。まあでも揺さぶるとしたらここじゃないかしら。被害者はその必死に逃げたが、君は追いすがったの。このそのが急にさ、急に歯切れが悪くなるじゃん。その気にならない。絶対ここだと思う。そこで行きますわ。はい、ちょっともうちょいしっかり言ってくれませんか、小中さん。大事なことなんですよ、本当に。え、私の目の良さですか。いやいやいや、両目とも確か 1.7 だっけ。いいんですよ、目だけは。うん、静岡生まれのマサイ族とは私のこと知ってます。マサイ族私好きなんですけど。はい、目がすごいんですよ。アンダスタ、アンダスタ、了解したよ。あー、被害者は君の攻撃を受け、そう左に逃げた。いましたね、今左と。君はそれを追いかけていって殴りつけた。あ、間違いないだろうか。我が常に完璧にパーフェクトだから。あ、ではそのように証言を変えてもらいましょう。言いましたね、左と。ああ、言っちゃった。ああ言っちゃった。よかったね、書いておいてもらって。梅雄ちゃんの証言、被害者は攻撃をかわし右に向かって逃げた。これと明らかに矛盾する。ちょっと待ってください。ああ、小中さん、ボケスを掘りましたね。何のことだい。あなたは左に逃げたと言いました。しかしそれは梅代さんの証言と矛盾するんです。彼女ははっきり右へ逃げたと証言しています。あ、ハンタム、ああ、彼女の見間違いじゃないかな。いや、そんなことある。あ、右と左が分かんないってこと。身近にいるからな、右と左が分かんない人いるから。いや、その説もあるのか。ちょうどもうそれ言われたら終わりなんだけど。いや、でもちゃんと
証言してくれたから。いや、いるんすよ、本当に。左と右が分かんない人。左右もね。じゃないと信じれば、さすがに、証言でね、嘘。ここ嘘じゃない。と思いたいんだけど。メオちゃんが左右もだったらちょっと、きついな。いや、一旦進めよう。あ、それはどうでしょうか。あ、上面図見てください。ほら。犯人はこの位置でいました。そして、被害者はこの辺り。ああ、そうだっけ。うん。あなたの言う通り、被害者が左に逃げたのだとしたら、そっちは、出口のドアとは逆方向になります。その通りだね。彼女は逃げ道がない方へ逃げたことになる。かなり不自然な状況です。まあね。例えば相手がさ、左利きだった場合に、左からの攻撃を避けるために左に行くとかもあるかもしれないけど、まあなんか、小中さんが、左利きとかっていう状況もないしな。まあ自然に考えたら普通に右利きの人が多いし、右利きで攻撃右からのやつを避けるために、まあこっち側に、我々から見て右側に避ける、出口の方にな。でもそれは自然だよな、確かに。変だな。確かに左に逃げたのを見たんだもんか。 あくまでそう言い切ると。なるほど。弁護士さん、あの顔、嘘はついてないみたい。確かにね。どうやら、小中は被害者が左に逃げるのを、実際に目撃した、みたいだな。待てよ。もう、つまりもう一つしか可能性考えられないですね。なるほど、君。はい。松竹梅雄は右、つまりホテルから見ていた梅雄さんは右と言い、小中さんは左と言っている。この矛盾についてあなたはどう考えますか。まあ、俺はですね、私の灰色の脳細胞がピカリとひらめきましたよ。二人とも正しい。誰も間違ったことは言っていないのです。お話にならない。それでは矛盾は解決しないではないか。二つの証言が矛盾しない答えがたった一つだけあります。なんだと。小中さんが事件を目撃した場所はホテルじゃなかったんです。そういうことだよな。ああ。どういうことですか、弁護人。証人が事件を目撃した場所はホテルではなかっただと。じゃあどこだったと言うんだ。いや、分かってるでしょう、あなたたち。あやさと法律事務所です。もちろん。そりゃそうだ。うん。もっと正確に言うならこのポイントです。おー、言うね。まあ単純にさ、梅代たんがホテルから見たとき、つまりこの下の方から上に向かってみたときに、右に向かって逃げたんでしょ。でも間違いなくこのカルチャー社長は左に向かって逃げるのを見た。こっちから見て右、そういうこっちでしょ、こっち側ね。まあまあ犯人でしょうね。犯人サイドから見ればこっち側に逃げる人はもちろん左に逃げたと見えると。から別に小中さん嘘はついてない。ちゃんと左に逃げる被害者を犯人視点で見たと。いやー、悲しい。嘘はついてない、確かに。悲しいね、嘘はついてないけど。墓穴を掘ったね。いいですか、被害者がドアに向かってこのように逃げたとき、このポイントから見れば左に逃げたように見えるんです。いい加減にしたまえ。そのポイントは犯人が立っていたポイントではないか。そう言ってんじゃないか、みっちゃん。そうだよ。
静粛に、静粛に。あ、法廷の秩序を乱す者は、あ、大抵を命じますよ。なるほど、く、なんということ。貴様。弁護人の推理はこじつけに過ぎない。いや、必死ですね皆さん。いいね、完全アウェー、たまらないぜ。そうです、そうです、かなり強引な感じがしますよね。楽しませてくれるね、ミスター弁護士。なんだ、笑ってる。リメンバー、リメンバー、今の刺激で思い出したよ。ちょっと誤解を招く言い方をしてしまったみたいだね。え？ここから入れる保険があるんですか？ねえ、犯人視点でしか見れない。左に逃げたというのを発言しておいた。何？ミスター裁判長。ああ、もう一度証言させてもらえないかな。え、何？もしかしてあれ？僕左右盲なんだ。あれはよく考えたら右だったんだ。みたいな。お前が左右盲だったのか。ってオチですか？無理じゃない。さすがにここで左右盲ちょっと、無理だよ。こんなカルチャーよ。え？ねえ、左に逃げたってのはどういうことですか？ああ、梅尾くんの証言は正しい。もちろん、僕のもね。ああ、君がレディに襲いかかったとき、彼女はまず左に逃げたんだ。そして思い切り彼女を殴った。ああ、これが僕が見た部分だ。ああね。次に彼女は最後の力を振り絞って、右に逃げた。ああ、君はそれを追いかけて彼女にとどめを刺した。あれ？あれれ？おかしいな。死亡解剖記録によれば、鈍器で一回殴られて死亡と書いてあるのに。あれれ？あれ？なるほどね。ああ、ここが阿部くんが見た部分だ。どうだい？君は2回殴ったわけさ。ああ、あれれれ？いやー、やはり法廷では領域展開ができるようですね、私。はい。いやー、弁護士の神が舞い降りてきている。あ、思い出したか、ミスター弁護士。うん、なるほど、なるほど。うん、それなら筋は通りますね。本当に言ってんの、おじちゃん。ねえ、解剖記録見たじゃん、一緒に。弁護士、尋問はしますよ。おじいさん、おじいさんも分かってるでしょ、実は。絶対分かってるよ、じいさんもみつるぎも。なんでこいつこうガバガバな証言すんだっつって。絶対。大変ですね、向こうも。ねえ、無能な人間を守る側も大変ですよ、本当に。こんなもう無理じゃん。解剖記録出ちゃってるから逃げられないよ、これ。どんなにね、味方してあげても無理くない？君は苦いな、なくったわけさ。無理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 だよ。え、どれだっけ、これか。はい、ドンキで1回に殴られて死亡。はい、ということで、君は2回殴ったも明らかに矛盾していると。いきます。くらえ、いきなり。いいですか。うん。ああ、被害者は1回だけ殴られて死んでいる、そう書かれております。ああ、ちなみに私、時々ね、見た目は、子供、頭脳は大人になったり、古畑任三郎になったり、はい、ちょっといたしますけれども、まあまあまあ、間違いないのはただ一つ、私は名探偵だ。はーい、いきますよ。何か言うことありますか、この明らかな矛盾。
今がチャンス。畳み込む。モナコさん、あなた完璧にパーフェクトだったんでは。煽るね。そのフレーズはもう使わないことにするよ。裁判長、コナカさんにもう一度証言をお願いします。なんだいなんだい。いや、証人の記憶は混乱している。ここで10分の休憩を申し入れたい。そうですね、タイム入った、タイム、タイム。おいいな。いいえ、記憶が混乱しているのは証人が嘘をついているからです。今ここで休憩を入れるのは断固反対します。おお、そうだ、早く続きを。逃げるな、コナカ。おい、調子は我々の味方や。わかりました。証言を続けましょう。いいな、みんな味方だよ。傍聴席はいいですか、コナカさん。イエス。いや、行きましょう。いいよ、いい流れ。あ、そのなんだ、あのあれが倒れる音で僕は向かいの窓を見たわけだが、次の瞬間、メス千尋は左に逃げていたんだ。なんか倒れる音して、その後に左に逃げてた。はあ。あ、犯人、あ、君は襲いかかったが、彼女はそれをかわしたんだ。はい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 、2回殴ったわけじゃなくて、何かが落ちてその音で見たら、まず左に逃げた、それはかわした。あ、そしてその向きを変えて、つまり右の方に行ってドアの方へ逃げようとした。君はそこで一発ボカリとやったんだ。なるほどね。それなら確かに解剖記録と矛盾はないですけどね。うん、ポカリとね。では尋問を。ミスター裁判長、僕はちょっとお腹が痛いんだが。ダメです、我慢してください。おむつ持ってこようか。おまるがいいか。いいよ。でもダメだ、席を立つのはダメ。なぜならもうちょっとで終わりますから。言うねー。言うねー。俺はアクエリ派。ポカリじゃないって、ポカリスエットじゃないって、ポカリとやったんだって。はい、よろしくお願いします。いや、でもさ、完全に私が気になるのはさ、ここじゃない？急にコスワード言葉使ってくるじゃん。あれが倒れる音で僕は向かいの窓を見ていたわけだ。あれってなんだいと。まるで揺さぶってほしいがごとく、あれというふうに言うんだ。すごい気になるな、正直。あとはもう、辻褄を合わせしてきたんだろうなって感じだよね。うん。別に、つつく必要もない。これポッポカリまでね。これも辻褄合わせ。全然、あ、そうですかって感じだけど。やっぱりこの、あれが倒れる音が気になる。聞こう、揺さぶる。また。あれが倒れる音。あれって何ですか？それな。ガラスの電気スタンドだ。現場に倒れていたやつ。弁護士さん、なんか、ちょっとおかしくないですか？まあね。電気スタンドの情報はまずこれでしょ？壊れたもので粉々になってる。と、これでしょ？見えるかこれ。見えないと思うんだよな、ギリギリ。まず、立っているときは、角にあったわけでしょ？ここに。ここにあったわけ。立ってる状態で、スタンドは絶対見えない。倒れる途中で、ちょっと見えたかもだけど、頭の部分だけ、このヘッドの部分だけね。いや、でもそれにしても電気スタンドとは分からないと思うんだよな。あ、てかそっか、音がしてから見たっていう話だったよね。音がしてからってことは倒れた後に見たんだよね。
確か窓は結構上の位置にあったから、さすがに見えないよねこんな窓際だったらね。壊れた後はやっぱり、いや見えないでしょうね、さすがに。うん、そこだと思うので、気になる。確かに気になる。もう少し揺さぶってみるか。おーおお、小中さん、なんだい、あなたガラスの電気スタンドを見たわけですか。う、そうさ。ではそのあたりを証言し直してください。ソーリーすまないね。では小中さん、証言を訂正してください。あ、OK？ 墓穴を掘ってるとも知らずに。いいでしょう。向かいの窓を見たら電気スタンドが転がっていた。ここだね。あー、ここだわ。突きつけます。電気スタンドが転がっているのが見えるはずがないと。うん、まあこれでしょうね。行きますか。かわいそう。え、もしかしてコナカ弱い。ここまで大変だったしさ、裏社会のドンだろうけど、お前法廷に出てきた瞬間、剣秘の領域展開にあった瞬間、もう激弱じゃないかなあ。くらえ。小中さん、いや、あなたいろんな人に守られていたんでしょうけど、単体だと大したことありませんね。電気スタンドが転がってるのを見るのは不可能です。なんだと。これを見てください。あ、それは現場の上面図ですか。その通りです。いいですか。上とくとご覧ぜよ。現場の窓越しに事務所を覗くとなると、見えるエリアはズバリこうなります。いや、ガラスの破片が見えたとしても電気スタンドとまでは分かんないよな。なあ、ガラスの破片だけじゃ無理だな。どうです、スタンドは見えるエリアに入っていません。さあ小中さん、どうですか。バカな。いいですか小中さん、あなたがもしバントンホテルにいたのならば、倒れる前のスタンドは見ることはできなかった。そして倒れた後も見ることはできなかった。粉々に砕けた破片を見てもそれがスタンドだとはわからない。いや、その通りだね。ああ、となるとあなたはいつスタンドを見ることができたのか。それは倒れた瞬間しかない。そしてそれが見えるのは綾里法律事務所しかない。あなたは犯行があった瞬間、殺人現場にいたんです。見たいぞ、お前が破滅する瞬間を。さあ、どんな顔を見せてくれるんだこのカルチャー社長。小中さん、あなたがやったんですね。さあ、第二形態おいで。ミスター裁判長、我がミス千尋を言うのか。どうやら勝負は決まったようだな。なるほど、やめろって。ケビ知ってんだよ。 FF でも何回そういう気持ちになって油断したか。ダメだよ、油断した瞬間奴らはやってくるんだ。奴らは、え、何、みつるぎ、そっち、え、そこまでだ。なるほど、龍一。え、お前なんで、え、そっちから刺されるとは思ってなかったわ。え、何、小中氏、もうそろそろ潔く
罪を認めてしまったらいかがなものだろうか。え？え？剣？どういうこと？え？あなたが犯した犯罪を認めるのだよ。すなわち盗聴のことをね。うわー、すり替えてきた。すり替えてきやがった。うわ、なるほどね。賢っ。はあ、だからそっちにすんのか。より軽い方にね。うわ、いやらしい。また盗聴かよ。なんなん。静粛に静粛に。みつるぎ検事、今の発言は どういう。皆さん、小中氏は今少し混乱しておられる。私の方から説明しよう。うわー、嫌すぎる。みつるぎ出てきてほしくないな。何？え？ご存知の通り、小中氏は小中カルチャーの社長。彼は秘書の松竹梅代に命令し盗聴をさせていた。それがどうかしましたか。ああ、問題は誰がいつ盗聴器を綾里法律事務所に仕掛けたかだ。おー、なるほど。ああ、こんなかし、盗聴器を仕掛けるためにあなたが綾里事務所に潜入した、間違いないだろうか。うおー、そんなことあるかな。下っ端がやるようなことを社長を直々にリスクを犯して仕掛けに行ったと。まあだから、あ、まあ犯行現場見ちゃったというか、そういうことだよな、言いたいことは。いやでもすごいな、みつるぎさん。敵ながらやっぱり、うん、逃げるとしたらこのぐらいしかないよね、方法が。今思いついたんだろうな。ああ、イエスイエス、そうだ、その通りだ、ミスターケンジ。うまっ。絶対みっちゃんさ、マダムミステリーとかやったらめちゃくちゃうまいと思うよ。人狼とかマダミスとかも逃げに逃げるだろうな。犯人側うまそう。ああ、僕はね、盗聴器を仕掛けるため綾里と法律事務所に行ったんだ、うん、その時にあの電気スタンドを見た。そうそうそう、なんだ。つまりどういうことですか、御剣事。よろしいか。なるほど、龍一の主張はこうだ。ああ、小中氏は殺人現場にガラスのスタンドがあるのを知っていた。しかし彼がそのスタンドを見ることができたのは殺人事件が起こった瞬間しかなかった。だから小中氏が犯人である。まあそうですね。しかし事件が起こるずっと以前に小中氏は現場に行ったんだ、盗聴器を仕掛けるために。その時にガラスのスタンドを見ていれば。なるほど、龍一の推理は完全に崩れてしまう。まあまあそうね、そう、右左問題も、コナカルチャーさんが言ってたように、左に逃げてから右に逃げた、ということにして、あとそう、電気スタンドも盗聴した時に、見た。まあそうすれば確かに、まあ、推理は崩れんのか。いや、難しいな。まあ、コナカさん、その時のことを証言してください。やばいやばい。力を取り戻した。キラキラ。あ、任せてくれたまえ。めがゆがしてきた。いや、まあでも大丈夫大丈夫。なるほど。だって話すのはこいつだから。みっちゃんはやばいけど、大丈夫。粉カルチャーは大丈夫。取るに足らない。きっと口を滑らせるよ。うん。そこをついていく。冷静に。冷静沈着に。あれはそう、9月の頭だから、事件の約1週間前かな。あ、僕は、綾里法律事務所に侵入したんだ。あ、もちろん、盗聴器を仕掛けるためだよ。その時に確かに見たんだ。ガラス製の電気スタンドを。
これ多分っていうか、こうであってほしいっていうのは、ガラス製の電気スタンドがつい最近に入荷されたものならこれは崩れるよね。1週間前の時点で電気スタンドがなかったら、なかったらいいな。ガラス製の電気スタンドがつい、今日買ったとか、だとしたら、ほら崩れるんじゃないの。どう、そうだといいな。でもないんですけどね、今のところ証拠は。いやね、マジそう。いや、裏ないから、これ裏面のデパートの領収書ちょっと気になりますけど、裏が見たい。違うから、見えないんだよ。そうなの、今不思議な念能力によって。でもありそうじゃない、唯一あるとしたら。その道しか私たちは勝てないよ。そうであってほしいな。祈ろう。事件の夜、もともと聞いただけでスタンドだと分かったのは、前もってそれを見ていたからですか。うん、Yes, I do. その通りだよ。なるほど。じゃあ、なるほど君。尋問は。きついなぁ。きつい。ちょっと証拠品をちゃんと見たいなぁ。気持ちとしては。弁護士さん。これどうする？揺さぶるしかないのかな。領収書の裏側みたい。絶対これな気がするけど、でも無理だな。揺さぶるしかないのか。まあ揺さぶるしかないな、これちょっと。揺さぶるとしたら、そうだな、やっぱなんかさ、ここだよね。コナカがわざわざ突き出した9月の頭、つまり事件の約1週間前かな。これが本当に正しいかっていうのを聞きたいかな。揺さぶる。その証拠はあるんですか。何松竹名誉は電話の内容を知っていた。それは盗聴器が事件の起こる以前に仕掛けられていた証拠だ。まあまあね。まあでもさ、1週間前かわかんないし、ほら。それだけ？どうしよう。どうしよう。あと気になるとしたら、この、確かに見た。本当に見たんですか？幻覚じゃないですか？みたいな。揺さぶる。なぜ、電気スタンドなんかを目に留めたんですか？どうなんですか。いや、あのスタンドね、すべてのパーツがガラス製で、あんまりにも綺麗だったんで印象に残っていたんだ。How beautiful the 電気スタンド it was! なんて綺麗なんだってこと。そう。ってところかな。くそ、攻めようがない。それな。とにかく、揺さぶりまくって突破口を見つけるしかない。なるほど。揺さぶりまくて、どこ、じゃあここを揺さばってない。侵入したんだ。なんで平社員じゃなくて社長のあなたがわざわざ侵入したんですか。本当にあなたが侵入したんですか。あるいは梅代さんが。みっちゃん、みっちゃん黙って、マジ黙ってほしい。何、あやさと法律事務所に正体不明の古い指紋があった。おそらく小中氏の指紋だろう。おそらくじゃ分かんなくね。そんなんでいいんですか、検察側が。まあ、みつるぎ、きっともう指紋は調べているに違いない。まあそうな。無理そう。さて、証人、何のためにあやさと法律事務所へ。もうとにかく揺さぶるしかない。まあ、一応ここだけ揺さぶってないから、揺さぶろうか。
なぜ千尋さんの電話に盗聴器を仕掛けたんですか。あ、確かに、まあ、そこだよな。そもそも黙れって、黙れって言ってんじゃん、みーちゃん。マジ一回黙ろ、マジで。そういうとこだよ、友達いなくなるよ本当に。横やりを刺すなって本当に。何、まあ、本件とは関係のないことだ。まあ、まあ、コナカルチャーは一応探偵業で依頼人に対する守秘義務があるんだ。お、お、ダメだ、もう攻撃しようがない。え、くっくっくっ、そこまでかな弁護士くん。ではそろそろ諦めてもらおうか。お疲れ様。もうダメだ、なんでさっきまでキレッキレだったじゃん。ねえ、弁護人、もう諦めますか。なんでそんなこと言うのこのじいさん。諦められるわけない。え、はい、あ、諦めんの、え、何言ってますの、お前殺人犯になっちゃうよ。え、なんで。なるほどくん、え、え、なるほどくん、こっちよ。え、待って、え、え、もしかして、え、この声、千尋さん、え、え、え、あ、あ、ちいちゃん、え、なにこれ、幻覚、幻覚。ピンチすぎて幻覚見てる。ちいちゃんだ。諦めちゃダメ。なるほどくん。ちいちゃん、どうすればいい。ちいろさん。ここは死んじゃったよ。死んじゃ、やっぱさっきは天国と現実の狭間にいたんだ。だからちいちゃんがいたんだ。え、なるほど、ショック死。休憩室か。ああ、生きてる、生きてる。そうだ、裁判に負けて、あ、ま、幻を見たんだっけ。でもほら、ちいちゃんも諦めるなって言ってたじゃん。あ、あれ、気がついたみたいね。怖い。何、どういうこと。ちょっと、なるほどくん。失礼ね、人の顔見てキャッなんて。なるほどくん、よく見て、私を。ちいちゃん、なに、露出が高くなった。露出が。じいちゃん、そんな格好で外出ちゃダメでしょ。ちょっと露出が、畑が、迷いちゃん、急に成長してない。急に、待って、急に成長してるよ。これ迷いちゃんなの。あやさときの女は霊力が強いの、知らなかったかしら。高齢に成功したということ。こんなに変わるの、すごっ、霊媒師すごっ。こんなに変わるんだ。すごいじゃん、本物じゃん。あなたが負けを認めようとした最後の瞬間、迷いの力がやっと目覚めたみたい。だからまあショック療法じゃないけどさ、まあ土壇場で目覚めたと、霊媒師の力が。なるほどね、すごいよ。でもこの霊媒、まるで本物の千尋さんがいるみたい、見た目的にもね。
ずっとこのままでいてほしい。いいじゃん、まえちゃんも可愛かったじゃない。うん、姉と、ね、姉妹でね、違う需要をこう果たしているというか、顕微は両方欲しいと思ってるよ、欲張りだから。まゆちゃんが霊媒してるんだよね。そう、私は迷い、でも今は千尋なの。いい、なるほどくん。迷いは諦めていなかった。だから私は今ここにいる。あなたも諦めちゃダメ。でも時間がない、聞きなさい。実はね。何？あなたはもう勝っているの。え、でもさっき負けを認めてしまったんです。心が弱くて。いい、あなたが持っている証拠品の中に領収書があるわね。うわー、なりました。迷いって書いたやつの裏面。バカね、それはコナカが書いたに決まっているでしょ。てかこれさ、筆跡鑑定とかしてほしいよね。絶対コナカってわかるよね。まあでもそれ以上にやっぱ領収書、そうですね。その証拠品、裏面を見てみなさい。裏ですか。おい、領収書。発行したとは有名なデパートみたいだ。うん、はいはい。10万円？高い。お、品は。ガラス製の電気スタンド。おい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 、格好日は9月4日 ?9 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 月4日ちょっと待ってね。さあ、この事件が起きたのが迷うちゃんと千尋さんが電話したのが9月5日の午前9時。殺されたのがこの日の午後9時ちょうどだったから、9月4日っていうのは事件が起こる日の前日ですね。ほらほら、このカルチャーは1週間前に見てたって言ってた。電気スタンド、嘘つきよ。9月4日、そうよ、なるほどくん。私がそのスタンドを買ったのはあの事件の前日なんですって。さっきコナカなんて証言していたかしら。あれはそう、9月の頭だから事件の約1週間前かな。おーい、スタンドを見たのは事件の1週間前って。さ、そろそろ審理が再開される時間、行くわよ。なるほどくん、無罪を勝ち取るためにね。はい。ちーちゃん、ずっと横にいてくれ。ずっと俺の横にいてくれ。本当にこの冴えない僕の横にどうかずっと横にいてください。プロポーズです。もうずっと、もうずっといてほしい。安心感違うな。いやでも迷いちゃんも欲しい。二人でいてほしい。あ、これよりなるほど龍一の法廷を再開いたします。大丈夫かな、なるほど。はい、すいませんでした。では先ほどの続きに戻りましょう。裁判長、我々に戻るべき続きなど存在しない。すでにこの証しの尋問は終わっている。あとは被告人なるほど龍一に判決を言い渡すだけだ。ででん、裁判長、もう一度だけチャンスをください。これで最後です。しかしもう勝負はついているのは確かですね。三剣検事、どうしますか。え、やだやだ、言わせて。なるほど龍一、最後のチャンスをくれてやろう。やったぜ、やった。みーちゃん大好き。では、こんな勝ちの尋問をお願いします。え、みっちゃんさ、なんだかんだ優しいよね。うちらに。なあ、もしかしてあいつ、俺のこと好きか。
あれはそう、9月の頭だから事件の約1週間前かな。これだな、これは。もう今はちーちゃんの力も相まって、私は無敵モード。電気スタンドの領収書、発行日は事件があった前日だから、事件の約1週間前に見たわけがない。行きます。合ってる。これを見てください。血文字で迷い今となっては意味のない。いや、問題はこれが、そう、領収書の裏であるということです。なんだと。裁判長、その領収書には何が書いてありますか。うん、よくご覧せよご老人、見えますか。あ、読めた。ガラス製の電気スタンドを運び、事件の前日です。あ、つまり小中さん、あなた綾里法律事務所に潜入した9月の頭には、あのスタンドはまだなかったんですよ。おーあっとどうですか小中さん、まだ言い逃れできますか。No, I can't。 おやおや、放心しちまった。いいね。さあ裁判長、あなた方にいくら熱い、いくら強い圧力がかかっていても、こうなった以上僕を有罪にすることはできないはずです。まあ、ここまで証拠揃ってるやね。いや無理でしょう。わかりました。それでは審理はこれにてしゅ。え？何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 なの？いやもう やだよ、もうもうやだよ。いや許してよ。なんだ、まだ言えんの？何？ごめん、俺のこと好きなんだって思ったけど全然違ったみたい。まだ言えるんだ。何か、そこまでだ。なるほど、リーチ。何もういいよ、もうもう本当にいいよ。まだ食い下がんの。え、弁護人の意見は確かに一理ある。しかし、なるほど、リーチが無実であるという決定的な証拠もないのだ。おー、なるほど。そこで、あと1日、判決を待ってもらいたい。もう一度調査をし直す時間が欲しい。おいや、やばくない？1日置くの？でも1日置いたらさ、また脚本書かれて、辻褄合わせされて、終わりじゃない？まさか、千尋さんの解剖記録みたいに、また何か証拠をでっち上げる気じゃ。まずい、まずい、まずいな。どうすんのこれ。私がやってないこと、私がやっ、なんか言えない、なんか言えないな。なんか言えない。これ逃がしちゃダメだよね。絶対逃がしたら終わりじゃない。電気スタンド発行日、事件があった前日。いやー、でも確かに私がやってないっていう完全な何か証拠はない。確かに困った。ガラスの破片を投げよう。ここから確かにまっすぐ投げれば届きそうじゃない、みつぎちゃんに。うん、そうだね。言葉でどうにもならなかったら暴力しかないもんね。私もそう思う。まあでもとりあえず様子を見ちゃダメだと思うの。わかんないけど、異議を申し立てるしか、申し立てないと終わっちゃうもんね。
うん、行きます。へいやり。コナカの有罪は明白です。これ以上審理を伸ばす必要は全くありません。ミツルギ検事いかがかな。いや、みっちゃん論点のすり替えうまいね。しかしコナカ氏を起訴するのは私たち検察側だ。君の推理が正しいかどうか一日調査したいんだ。わかりました。なるほど、君の異議を却下します。無能すぎる。司法が無能すぎる。くそー。なんで。なるほど、龍一の審理は明日まで延期します。終わりじゃん。無理だよ、逃げられちゃうよ。ここで逃げられたら三剣はきっと何かやるに違いない。どうすんの。せっかく千尋さんに助けてもらったのに。嫌すぎる。ミスター裁判長、僕はもう帰っていいのかな。もちろん構いません。ご苦労様でしたね。ちいちゃんに助けてもらってここまで来たのに。小児、待ちなさい。ちいちゃん、ちいちゃん、頼もしすぎるよ。なるほどくん、このメモを読み上げなさい。何？何？メモ？何そのメモ？え？新しいやつ？新しいメモよ。え？何？何？急に。え？千尋さんからメモを受け取った。千尋さんの字で人物の名前が書いてあるリストのような。なんだこれ？何？裁判長、ちょっとよろしいですか？ああ、なるほどくん。あなたもなかなかしつこいですね。当たり前だ、こっちは命がかかってるんだ。これから僕が読み上げるものを聞いていただきたい。国家斉唱。ダメだ、そんなことしたら、そんなことしたら有罪にされちゃう。ダメだ、ダメ。歌いたくなるのはわかる。聞いてくださいの後は歌いたくなるけど。まあでもやっぱちいちゃんを信じるしかないね。行きます。はい、新しいメモよ。くらえ。何なんだろう。何？何？僕は千尋さんがくれたリストを読み上げた。どうするこれで。なるほどのさ、恥ずかしい過去の数々とかさ、なんかちょっといかがわしいいろんなもののコレクションリストみたい。内容確認したかったの、読み上げる前に。まあ、そんなわけないだろうけど。なんだ何読み上げたんだ。え、何どこかで聞いたことのある名前がリストには並んでいた。これは政財界の有名人たちの名前か。あ、その時スタンプ。やめろ、やめさせろ。なになに。なんで貴様がそのリストを持っているんだ。お前が取引していた政財界のやつらってこと。そういうこと。ちいちゃん全部頭に入ってんだ。そういうこと。今書いたんじゃない。承認。あなたがここで罪を認めないのであれば、このリストマスコミに公表されるでしょう。脅すんだ、脅すんだ。すごい。ここに来て脅すんだ。えげつないね。いやでもそうだよね、こっちは命かかってるから。認めるよ。僕はミス千尋、考える人で殴ったんだ。うわ、以上です裁判長。うわ
まあでも実際そうか、そうだよね。考える人の時計の中にリストをしまっていたって言ったもんね。多分それを出したのか。そっか。だからそもそもちーちゃんは、このリストを、こういうまあ、公的な場所でみんなに見せつけることによって、小中を失脚させるっていうのが目的だったんだもんね。それがまあ、こういう形ではあるけど間に合ったと。そういうことだよね。あー、ちょっと力技だけど。裁判に関しては力技だけど、まあ、つまりは、これまで悪いことたくさんしてきたから、まあ、そのツケが回ってきたってことだよな。コナカルチャーさん。どうやら、これ以上のお尻は必要ないようですね。まあまあ自白したしな。なるほど、くん。はい。また、やってくれましたね。まあやってくれたっていうか、まあ、今回助け船が強力すぎたのありますけど。たまたまついてただけです。凄腕の霊がね。まあでもよくここまで、持ちこたえたね。そもそもここまで持ちこたえないと、マヨちゃんが覚醒して、こういう展開にはならなかったわけだから。まあ、頑張ったよ。頑張った。まあ、一番おいしいところは、ちーちゃんが持ってきましたが。では、弁護人、いや、被告人なるほど、龍一に、判決を言い渡します。よかった。よかった、もう本当に。よかった。ちーちゃん、ありがとうね。では、本日はこれにて、閉廷。ふぅ、よかったよかった。ラスココロが、生きながらえた。え？じゃあ、リスト公表しよう。鬼畜？まあ、確かに、リストを、このまま本当のこと言わないとマスコミにリークします。まあでもそうだよね。自分で自白したからといって公表しないとは言ってないわけで、まあコナカルチャーにはちゃんとね裁かれてほしいですね。こうして会えたけどちーちゃんのこと殺してるんでね、多分ちーちゃんだけじゃなくて本当に多くの人を殺してる。まあ、会えた時に生まれたことに感謝しないとね。あと、マヨちゃんにも。そうね。ありがとう、なるほどくん。私とマヨのために、こんな危ない目にあって。まあそうだな。確かに。容疑者にまでされたから、まあ、大変ではあった。私、一生忘れません。まあもう死んでるけどね。ブラックジョーク。ですね、はい。そろそろ時間ね。もういられないの？迷いの霊力はまだとても弱い。そんなに長くこっちにはいられないの。そんな、まだ言いたいことが。心配しないで、また会える、きっと。所長。まあ私は所長じゃないわ。なるほど。じゃあ、チータンって呼んでいいか。チータンって、呼んで、いいか。今夜9時。事務所に来てくれるかしら。あ、わかりました。事務所9時です。はい。わかりました。じゃあ、また会いましょう。わかった !9 時な。行くよ。所長、千尋さん、どうなるんだ事務所、もう大丈夫？なんか怒ったりしない？もう大丈夫かな。なんかね、千尋さんと約束をするとろくなことがないの。1回目の約束の時は行ったら死んでたでしょ。ここだからもう、それしかも待ち合わせ場所はその時も綾瀬と法律事務所で。大丈夫かな？
あの夜のことを思い出しちまうな。いや本当に大丈夫かな、また悪いことが起こるんじゃないか。よく来てくれたわね。え、何、千尋さん来てくれないんじゃないかと少し心配だったわ。そんなわけないじゃないですか。じゃあお腹も空いたことだし、味噌ラーメン食べに行きましょう。ちいちゃん?え?味噌ラーメン?面白い顔。ちいちゃん?な、さっきから千尋さんばっかり。ね、私、迷い。お前、大人をからかうんじゃないよ。お前、ふざけんじゃないよ。ちいちゃん。いや別にまよちゃんも可愛いけど、からかうんじゃないよ。次やったら許さないよ。本当に本当、はあ、知人だね。もうすっかり知人で。そうかい、いいと思う。可愛いしまよちゃんはまよちゃんでいいとこある。うん、いいとこあると思うけど、まあ、すっかり知人で。そうですか。え、まよちゃん、ね、似てました。私ってやめてほしい。もうやめなよ。もう やめてそういうことね。ドッキリみたいな、よくないと思う。本当に似てたっていうか本人だったよ本当に。うーん、これは使えそうだな。なるほどくん、私お茶が飲みたいわとか言っちゃってクソガキ、なんなのお前。え、本当におちょくるんじゃないよ。え、ほらこれ。何、お姉ちゃんが手紙くれたんです。なるほどくんのことよろしく頼むわって。何をよろしく頼むの。事務所ですよ、事務所。え、なるほど、法律事務所。私お手伝いしますから。お、よろしくお願いします。え、僕ですか。僕が所長ということ。え、どういうこと。堅苦しいのはなしにしましょう。よろしく、なるほどくん。めっちゃ距離詰めてくるじゃん、好きになっちゃう。やばい。あ、お名前はお姉ちゃんから聞いたんだよ。いい名前だね、なるほどくん。なんて、やばい、好きになっちゃう。急にこんな、ためで、くんづけなんて、そんな、体勢がないから。ね、ほら、握手握手。そんな、ちょっと手汗がちょっと、いいんですか。はい、ありがとうございます。やばい、やばい、恐るべし、あやさとけ。どうしよう。お姉ちゃんも素晴らしかったけど、この純真無垢な妹さん、天真爛漫さ、危ないよこれ。危ない。あやさとけが魅力的で危ない。ぜひお母様にもお会いしたいね。いやね、本当に高齢とかで。まあ考えてみれば、僕がこうしてここに立っているのも元はといえばこの子のせいであり、同時にこの子のおかげでもある。まあね。なるほど、法律事務所、響きは悪くないな。うん、よろしく頼むよまよちゃん。おー、あー、めっちゃいい。なるほどくん、しっかりね。私はいつでもあなたを見てる。めっちゃいいじゃんこんなの。ちょっと、私が入りたい。私がここに入りたい。お前、龍一邪魔だ、お前。羨ましい、こんな美人姉妹で。そんな、羨ましすぎる。いいなぁ。素敵すぎるじゃん。本当に。
じゃあ、なるほどくん、行こう。まよいちゃん、どこ行くの？決まってるでしょ、味噌ラーメン。近くに美味しいところがあるんだよ。ほら、早く。ちなみに、私は豚骨ラーメン派。終わり。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとラーメン食べたくなってきた。面白かった。ちなみに本当に豚骨ラーメン派ですね。味噌ラーメンしかないのかな。まあでも思い出の味なら食べるか。いいよ、付き合おう。今日豚骨食べました。いいね、美味しいよね。てのも私さ、幼少期家の近くにさ、あの北海道ラーメン屋があってさ、もう潰れちゃったんだけど、なんか味噌バターコーンみたいな、それが名物でね、ずっとその味噌ラーメンを食べ続けたという。食べ過ぎるとね、ありますよね、こう食べれなくなる現象。いやでも久々に今度食べてみるかな、味噌ラーメン。ちょっとだけ見る？エピロー、プロローグ、プロローグ見るか。こいつ気になる。殿って書いてある。ちょっと見るか。あ、未解決事件から見てる。ありがとう。面白いよね、推理系。好きなんですよ、私。謎解きとか。すごい好き。ちょっと見よう。どんな事件かだけでも見ようか、今日ね。うん、それで、今回はそこまで行きましょう。2章長かったね、本当に。まあでもちょっと面白そうだから3は触りだけいきます。ちょっとだけね。えい、孤爵なり友達さん、天空の月が貴様の血を流してくれるわ。何、今宵の月よく目に焼き付けておくがよい。お主の見る最後の満月となろう。何覚悟せ、悪大官。満月だけが知っている今宵の勝負の行方、大地に倒れた戦士は果たしてどっちだ。次週闇の使者復活、お楽しみに。なんて、あ、10月14日あの事件からまあ1ヶ月ちょっと経ちましたと。なるほど、法律事務所。でも実際さ、どうなんだろう。なるほど、法律事務所さ、仕事来てんのかな。心配だもんね。なるほど、くん。大丈夫なのか。ああ、面白かった。覚悟せえ、悪代官。うわあ、ほうきを振り回すな。あ、いたんだ、なるほどくん。いたんだじゃない。なんなんだ、あのシュールなビジュアルは。なるほどくん、知らないの？テレビ？テレビ番組かな？なんか、お、なに？大江戸戦士？なに？殿様？なにそれ？ヤングに絶大な人気のヒーロー、殿様なんだよ、ヤング。さては、まゆちゃん、平成っ子だな。令和では言わないんだ、ヤングなんて。ヤング？何歳ぐらいのヤングですか？10歳ぐらい。ヤングすぎだよ、一緒になってはしゃぐなって。いいじゃん、なるほどくん。なるほどくん知らないかもだけど、令和の今はね、あれだよ、お邪魔女ドレミの化粧品とか、美少女戦士セーラームーンのグッズとかが出て、もうそれはもう2、30代が喜んでるんだから。令和そういう時代なんだ。やっぱね、昔の特撮とかもいいよね、今思い返すと。でも私だってまだ17だよ。ティーンだよ、なるほどくん。とは違う、なるほどくんとは違うんだよ、根本的に。人じじいみたいに言うな。僕だってまだ24。24なの？若っ。24と17、なんてこった。しっかりしている。じゃあ、なるほどくんも一緒に見よう。
本当かっこいいんだから、とにかくすごい人気なんだ。今小学生のなりたい職業ランキング1位はトノ様だしね。いつの時代ですか、いつの時代ですか、トノ様が1位って。なあ、本当に戦国の時代ですか。まあそれはそれ、さてトノ様も見たし、そもそも知りよっか事務所、見るかな、客全然来ないぞ。まあ、そうでしょうね、新人ですからね、まだ2件しか勝ってないね。さっきもあったけどスピリチュアルな、ちょっと不思議な勝ち方してるしね、2件とも。うん、高齢して解決してるから。まあそんなに信用はないよね、この法律事務所に。千尋さんの件はかなり世間の話題になったが、なるほど、法律事務所はなぜか話題とならなかった。どうしよう、今月の家賃。ああ、そっから。大丈夫だよ、そろそろ何かでかい依頼が来る。本当かな、そう思う。まあでもそうね、千尋さんが残してくれた場所ではあるからね、残したいよね。お、何、はい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 、プル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 、ガチャ、はい、なるほどです。大変だよ。なになに、まゆちゃんどうしたん、朝から。殿様が、何、殿様が逮捕されちゃったの。え、殿様が、そうなの、殿様怪人をやっつけちゃったんだって。あ、物理で、やばやば、それがどうしたの、怪人を倒すのが彼の仕事だろ。いやだ、勘が鈍いね、なるほど君。つまりそういうことでしょ、それはテレビの話だよ。違うの、本当にやっちゃったの、殿様スピアで、殿様スピアで怪人を串刺しにしちゃったんだよ。さっぱりわからん、とにかくすぐに事務所に来てお願い。はーん、ぐさっとやっちゃったということ、え、どういうこと、殿様やっちゃったってさ、え、検品が殿様を押していたから捕まっちゃったんですか、検品は。まるで人を死神みたいに言わないでください、本当に。もうまあでも確かに私が昔推していたお母さんと一緒の歌のお兄さん逮捕されたけどね。そんな感じ。あれ麻薬でしたけど。でも殿様が殿様スピアで怪人をガチで刺しちゃったと。はあ、では次のニュースです。子供向け人気番組大江戸戦士殿様の殿様役煮干し三郎が殺人容疑で逮捕されていたことが先ほど明らかになりました。煮干し三郎、被害者は怪人悪大官役胃袋たけし氏、悪大官の着ぐるみの中から死体で発見されました。死体には殿様スピアが突き刺さっており、警察ではこれを凶器と考えて捜査を進めているようです。おー、なるほどね。オッケー。なんか冗談みたいな事件だね。確かに。悪夢だ。この世の終わりだ。まだ番組は終わっちゃうかもしれないね。悲しい。このタイプの電話だ。懐かしい。ね、二つ折りにすらできない。こういうタイプね。はい。なるほど、法律事務所です。え？なるほどくん。殿様から電話が。これまで大変そうだ。何？はい、はい。すぐ、伺います。マジか。行こう、なるほどくん。どこへ？殿様。留置所に捕まってるんだって。大変そうじゃん、また。こ
この事件、私たちの初仕事に決めたからね。あ、そうか、私たちになるのか。そうだな。うん。まよいちゃんと仕事するのは初めてなのか。同じ立場、同じ法律事務所の仲間としてはね。はい、ということです。ってことで、まあ、今回は、正義の味方、殿様を弁護する話ということで、まあ、始まっていくのかな。はい。でも、着ぐるみの状態で刺されて死んでたって言ったよね。気になる。着ぐるみだよ、だってわざわざ。なんで着ぐるみの状態で刺したんだろう。中身が必ずその悪代官役の人とも限らない。なんか着ぐるみが争点になってきそうですけどね。うん、だってわざわざその着ぐるみである必要性というか、わからない、死ぬ時にな、ぐらいかな今思ってるのは。はい、かわいいね、かわいいね、かわいいね、まゆちゃん。はい、ということでありがとうございました、本日ここまで。かわいかった、怒った顔がかわいいね。正直みっちゃん強いね。嫌だな、今後会いたくない。すごい素直に言うと会いたくないですね、みっちゃんに法廷で。だってさ、第1話の時さ、めっちゃ私領域展開してたじゃん、向かうところ敵なしみたいな感じだったじゃん。なのになんか2話になって突然みちゃん、みつるぎが出てきてからさ、それも大変、めちゃくちゃ食い下がるし、論点のすり替えが上手。絶対人狼とかマダミスとかやらせたい、みつるぎ。スタープレイヤーになれると思う。ん？ 2 話ってこってりストーリーいいね、本当に豚骨ラーメンのように食べたい。ラーメン、なんでこの時間お腹すくんだ。うん、でも普通に難しかった。難しいっていうか、なんだろう、アウェーだったよね、2位は。めちゃくちゃ最初はあのバイーンな梅ちゃんっていう、もうこれフェロモンバリバリの女性で、聴衆まで釘付けだったじゃん、アウェー。次が粉カルチャー社長によってこう場が作られていて、またアウェーだった。うん、なんか敵ばっかだったね。2話にしてあんなにねえ、アウェーのことある、大変でした。勝ててよかった、勝てて本当に。うん、アウチね、逆にアウチ、いやアウチもよくやってたと思うよ。ただみつるぎがすごいね、パッション、すごいパッション。マジ人狼見てみたい。みっちゃん絶対強いってねえ。いやでも面白かったですね。あーでもそうね、あの粉カルチャーの時はアウェー感あんまなかった。あの検察側となんだ裁判官だけが買収されてて、あとはその正直粉カルチャー社長のキャラ的にね、聴衆受けは悪かったね。それはやりやすかったけど。だから今回は、粉カルチャー社長はマジちょろかったし、よかったんだけど、みっちゃんが強いなぁ。あと、個人的に気になるのは、みっちゃんの過去。なんか、なるほどってやっぱ、なんだ、旧友？知り合い？ライバル？因縁の中わかんないけど、なんか知り合い臭いよね。そうだよね、なんかあるんだろうなって感じかな。そのぐらい同期、うん、なんかねありそうだよね。あ、ヤハリがうんぬんとかもあったしね。ヤハリも同級生だっけ、あの一番の被害者、被害者っていうか容疑者だったヤハリくん、わかんないけどね。うん、教えない、教えないで、教え、だそれで、私適当に推理するから。いじめっ子？あいつ？あいついじめっ子かな？やはり、やはりじゃない、みつるぎ。いじめ、
わかんないけど、すごい、ごめん、すごい、あれで偏見を言うけど、みっちゃんは多分、やっぱ、恋人とかいないと思う。仕事一筋で。でもなんか正義感あるよね、一個。自分の正義感を貫いてるから、なんか、それにしては今、有罪ってすごい言うけど、なんか実はいいやつだと思いたいんだけどな。切れるし。切れ者だよね。うん。やっぱなんか過去にあったんだろうな。なんか過去にあったから歪んじゃったんだと思う。絶対有罪にするわ、みたいな。何があったんだろう。知らんけど。ね、こじらせだよね。あんな賢いのに。賢いし、弁が出すのになんかこじらせてかわいそうだなと思います。気になる。うつるぎ何？いじめられた反動であなった。いじめられっ子説。ああ、それはあるかも。いずれにせよこじらしてるよな、あいつ。ありがとうございました。またやります。ではでは、ありがとうございました。おやすみ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。